ションとしては、まあ、最後に行くっていうので、じゃあ最後に、まあ、一緒にコラボレーションやろうということで今回会いになりました。僕はちょっとこう二面性のあるような光と影というような、ちょっと色の見え方とかそういうのも含めて、うん、今までとはちょっと違うプリズムとか光の動きとか、特に一般的な和装の着物のっていう概念から少し離れた色使いとか陰影とかをちょっと注意して作ったつもりです。で、周りの人が私も着てみたいとか僕も着てみたいとか、もうそれが一番大切だと思ってるんですよ。はい、現代のマッチしたファッションレベルにマッチしたものを作って着てもらいたい、着てもらってそれを見た人が私も着てみたい僕も着てみたい、そう思うことが一番大切と思って、これはもう私自身じゃなし着物の世界全体を考えながら作ってます。この平成の時代になって和こそ和の文化こそ楽しむもんだと思ってまして、もちろん、伝統や文化を受け継いだりつなげたりっていうのはもちろんそれは当たり前のようにやっていくべきことなんですけども、今まさにちょうど伝統や文化はもう一度こう新たに更新される時期というかね、まあ、私はね結構な元しておりますので、もう散々戦ってきた後なんで、まあ、若干僕も自発感があるですので、まあまあ託したいというふうに思ってますね、はい。まあ、親子ですのでね、まあ、こっぱずかしい反面あるんですけれども、やっぱりものづくりの人間がやっぱり新しい発信していかないと本物になれないと思うので、まあ、これからもそういう刺激は発信し続けたいと思います。